ップやこれ。あ、本当や。電信棒アップで。電信棒があるで持ったようなもん。ああ、そういうことだ。この家は繋いでるもんで。あそこはあの100人以上もいた火事の。ああ、でもあそこは通行止めでしょ。これはひどいな。これはようこんなになるな。でもすごい、これもうガサンと落ちたんだね。どうやってこんな仕組みで落ちる？うわぁ、こういうのはよう、あ、あ、ほんとじゃん。これも横に倒れとるんでしょ、これ。倒れとるのが多いのがさ、下がこうやって下子になったところへ結構倒れとるんやって。そう、下子になったところ。で、そうそうそう、なんかほんと一本柱になってないんですよね。車庫が多いんだよ。うわ、高さがもう変わっちゃっとるよ。こんだけ違うんだもん、高さが。なんでさ、で地面が下がっとるのか、なんなんだろうね、これ。なんでこの高さが変わったの。地面が上がったんですけどね、4メーターぐらい上がったの。うわ、これ全部、あ、焼け野原になっとるじゃん。あ、全部燃えたの。嘘だ。うん。あ、これ全部燃えちゃっとるじゃん。うわ、これひどいな。本当に焼け野原じゃん。ドイツが燃えちゃったの。これも全部火事だもんね。俺たちも敵国みたいなのってるな。あ、一応ボスの人もおるな。いいですか、取って。うわ、これも全部ぶわなっとるね。あ、トイレ、あ、トイレだ。あ、うん、これ全部ひっくり返っちゃったんですね。はい、わ、だけどこの部屋は何もなかったから、はい、うん、うわ、これ灰皿とかも全部、もう全部落ちちゃったんですね。はいはい、で、お宮で大丈夫だったものをここに今。あ、そういうことですか。はい、これは大変ですね、でも。ですよね。お宮は一番最後でしょ。そういうことですね。はい、皆さんの皆さんのことをやる前に、ここが一番大変じゃねえかってぐらい。うわー、大変だ、これ。全部ひっくり返っちゃっとるもん。うわー。いや、命あっただけ。そう。あ、もう自分のことさておいて、とりあえずってことですね。はあ、もうこれも全部ひっくり返ったんですよね、これ。そうですね、全部。逃げるかな。うわ、これ灯籠も全部倒れて、本殿がもうまるっとひっくり返ってますね、あれ。だからぐしゃーじゃなくてぐるんと、もう横に倒れてるんですね、完全に屋根が。こっち側に向かってゴローンって倒れ、まあ、いつ倒れてくるかわかんないですもんね、あれ。 それこそしばらくは入れなくて。はあ。昨日も結構余震が強い余震があったんで。はい。いや、震度夜中1、はい、3時から。ああ、ありましたね、はい。なんでまたしばらくはちょっと余震収まるまでは。ああ、ちょっともう行くと何があるか、うん、何があるか分かんない。二次災害や。
もう入れとる？もう一杯飲みたいな。おお、いいじゃん。あ、結構具だくさんだ。はい、配れる。どんどん取ってください。お願いします。はい、どうぞどうぞ。ちょっとまた硬かったりしたら教えてください。はい、入っとるよ、いっぱい。いっぱい入れてあるよ。入れたんですか？いや、多分入れたよ。1本か2本ぐらいでしょ。休憩でみんな食べよう。みんな食べよう、みんな食べよう。いただきます。どうぞ、お待ちください。お兄さん方、ごちそうさまです。はい、どうぞ。どこまでもっと歩くんですか？夫人の家まで。あ、お手伝いしましょうか？どこまで？夫人の家。夫人の家ってどこ？どこや。あ、いいんですか？一人で持って歩けます？大丈夫です。やばいやばい。ありがとうございます。ちょっと、リュウジ、俺らは全然できん。うまい。うまい。うまい。ちょっとギター硬いかもしれない、おばあちゃんさ。ギター柔らかくなるの。本当。これが限界なんですよ。煮込みまくらない。シャキシャキですね。玉ねぎがシャキシャキすぎる。いやいや、だけど体にはこんくらいがいいの。カメラいい？はい、大丈夫。悪い人たちがなんか、でもなんかいいね、この光景が。あ、それまだ今これいっぱい来てくれとる。すごいすごい、いっぱい来てくれとる。いっぱい来てくれても。あ、いいですよ。持ってますか？30人前でですか？ごめんなさい、すいません。みんなとこして。おいしい。お前それ早く仕事しろよ。おいしいです。ありがとうございます。おきありがとう。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。よろしくお願いします。いやこちらこそ。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。僕なんか。とんでもないです。ただの人でなしなんで。とんでもないです。話はいろいろ伺ってます。面白いですね。とても面白い動画です。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、ちょっと生ですか？美味しい。大丈夫ですか？高いの。やっぱそうなんですね。味がいい。何が一番困るんですか？まあいろいろ僕も聞いてるんですけど、一応僕 YouTube やってて配信しとるんで、何が一番困るっていうのをみんな持ってきてほしいの。なんか僕らは水いっぱい持ってきたんですけど、水はいく。あ、でもそうなんですか？あ、これ水も配っていいんじゃなかった？これ水今出しとるやつも出てくださいね。バナナとかもありますね。助かる。あ、やっぱ水さ。あ、そうなんだ。役所とか行くとあるあるって言うけど、実際に現場に降りてきてないんだ。食べて食べてください。要は配られてないんですね。要は書類とかああいうのがうるさすぎて、誰に何本とかサイン取るとかそういう仕組み作るのに現場に全然降りてきてないんだ。水がどこ行っても水足りとる足りとるって言うけど、こっちの方だけです。ないです。今この炊き出しにやっていただいてるのは踊る方なんですか？僕らはバラバラなんですけど、もともと石川県で仕事をしとって、あの女性2人が石川県の、はい、で僕らは仕事の関係とかで石川県でずっとやっとったから、まあじゃあこういうことがあったんでみんなで行こう。僕らはまあ愛知県なんですけど。愛知県から？ここは福島から来てくださったんですか？輪島の方じゃなくて。ありがとう。何もできなかったけどね、こちらが。ああ、ねえ。いや、俺の名前です。はい、どうぞ。お金ですね。あ、お金食べてくださいね。はい、どんどんしてください。どんどん食べてください。嬉しいな。嬉しいわ、これ。美味しいですか？ありがとうございます。嬉しいね、これ一生懸命作って。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいわ。うん、最高の料理だね。こんな喜ぶ料理でね。俺ちょっともうこっち残って修行するわ。料理の豚汁の、まあ確かに修行した方がいい味だわ。ちょっとね。あ、どうぞ。
今熱いの入れます。はい、あんまり熱いの。はい、体温めてください。はい、あ、箸持ってください。箸どうぞ。はい、七面はここにあります。はい、お代わりしてください。まだ、あ、いいですか。はい、どうぞ。すいません、いらっしゃいませな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませな。やばい、やばいっすね。やばいっすね。とても素敵な笑顔ですね。いらっしゃいませ。はい、じゃあ、おはようございます。はい、はい、どうぞどうぞ、お願いします。どうぞ。どうぞ。どうぞ。すみません、ありがとうございます。元気出ますか。ありがとうございます。お箸もどうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、これみんな聞きつけてきてくれと。はい、おかわりしてください。どんだけでも。はい、いいです、大丈夫です。今が一番うまい。今が一番うまいわ。だんだん曲がりだ。だんだん、ちょっと最初のやつ。あー、容器来た、容器来てくれた。あー、嬉しい。一味もありますね。あー、お、ちっちゃい子供も来た。お菓子、お菓子渡す。いや、俺持っていたらでいいわ。あー、いいですか。あー、来てる来てる。あー、どうぞ。あー、どうぞ。で、これもやよね。あ、次の人いますか。お、めっちゃいい雰囲気。あ、これ当たりです。これ当たりです。当たりました。お水配ってない。お水をさ。あ、ちっちゃい子また来たよ。話した。行ってくれな、俺動画撮りたかった。お菓子もどうぞって。これ動画いいですか。はい、YouTube ちょっと出ちゃうんですけど大丈夫ですか。はい、大丈夫です。あ、わー、来た来た。あ、これは最高だね。とりあえずちょっと上司に一回変わってもらう。ちょっと自分で働いておかんと。了解です、了解です。上司はね、あ、はい、どうぞ。どうぞ来てください。おかわりあります。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。まだあるから食べてない方どうぞ。レイカ、そろそろ野菜切ってくれてお願いします。野菜切ってあるね。すみません、下の方に芋がいっぱいあります。お願いします。もう一回でも水入れたら止めちゃう。あらゆるサービスします。何でもお持ちください。あ、何用ですか。すみません、ちょっと体の用途サービス。はい、わかりました。ありますよ、ありますよ。はい、どうぞ。もちろんついでる。それね。あ、いいですか。あ、閉めていいですか。まだおかわりする人、新しい野菜入れちゃうんで、いいですか。もう入ってた、もう入ってた、もう入ってた。大事なもの置いてある。ゼロかかった10時でした。午後1時に出て、はい、10時着いたの。あ、着いたのか、はい、もう大渋滞で。そうっすかね。僕らも来る時曲がり曲がって行ったんじゃないですか。ちょっと待って、もうちょっとこれだけ頑張るわ。いや、わざわざ蓋開けなかったらさ、明日研修園になります。これ研修園どころじゃないですよ、これ。ほら、研修園どころだ。何が偉いってやっぱ足の方が偉いですね。ちょっとお母さんが食べやすいサイズ足だからね。まあ、これぐらいだったら合格ですか。あ、これだったら合格ですか。お母さん、お母さん好みの体重になったかな。食べました。結構ぶつ切りしようよ、これ。上司たちめちゃくちゃ綺麗に生きてるけど、俺まだまだ綺麗。家で見たしてな。これ肉もね。あー、よかな、これ。すごいね。タンだよね。高級焼肉屋のタンらしいっすよ。これも寄付で僕らもらってきたんで。どう？切れたでしょ？全然違いますよ。違うよね。朝まで減
リコプターうるさい。うるさいね。このやつでバンバンやるよ。ねえ。ちょっと。怖かった。地震の時どこにおったん？地震の時？うん。石川県におったよ。石川県のところ。おったよ。ここない。ここよりもうちょっと金沢の方。え？怖かったね。怖かった。お家壊れた？お家壊れてないよ。お家壊れた？壊れてない。よかった。この人たち。あ、本当ですか？全然全然、こんなことできなかった。気をつけて、ガラスあるから、サンダル気をつけて。おい、痛っ。痛っ、気をつけてよ。危ないよ。ガラスだったら危ない。じゃあ俺の今、いいセール、ちょっと聞いてて。お姉さんがどうしても運んでっていうもんね、運ぶしかないで。そりゃそうです。お姉さん、あと何歩ですか？めちゃめちゃ運ばんでるよ、それ。あと何歩ですか？嘘だ。もう両サブだな。嘘。いいのおった。あ、ちょっと楽しい。はい。で、あの、今歩いて仕事場から、はい、避難所に合流したって感じですかね。あ、もう家もじゃあ、結構いいね。そうなんですよ。あの、ここの、ここに置いてもらえたら嬉しい。すいません。あ、今日は、お姉さん。はい。あ、あの、いとこです。あ、じゃあこれ水どうぞ、水どうぞ。あ、ここで、ここです。はい、お願いします。うん、はい。片付けしましょうか。うわ、大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いや、こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。よし。大事なところ。惜しい。これでもバックした方がいいんじゃないの。いやいや、ちょっと電子棒を支えるために前出した。あのままちょっと倒れそうなんだよ、支えとく。電子柱を支えるために前に電子柱が倒れセットで突っ込んだ。ちょっと飲んでみて。そうだ、いいよ、もういいですか、言って。あ、いいよいいよ。あ、皆さん並んでもらっていいですか。いや、別に並ばさないでもいいですよ。もう今の声で聞くわ、なってる。難しいわ。ネギダクさんのやつ。ネギあんま好きじゃない？ネギやだ。ネギやだ。ネギやだ。ネギ嫌い。今自衛隊に助けてもらったんだって。レイかなって。レイかなって。ここ行ってなかった。下山から降りてきたんですって。すごい。すごい遠く。すごい。それよかったら食べてみてください。ねえ。まあなんかそれどころじゃなさそう。すっごい遠くから歩いてきた。孤立しとって歩いてきとったんですね。そう、ストーリーとかでもめっちゃ流れてきた。大丈夫なら食べてってください。あ、本当ですか。お疲れ様です。お疲れ様です。ねえ、 SNS でも拡散されてました多分。あ、そうなんですか。下山で孤立しとる人おるって。そう、そんな感じで。よかったですね。めっちゃ遠い。ね、ちょっといろいろ考えながらもちょっと立ち上がってこられたんですけど、雨も止んでよかったです。そう、それだけすごいありがたいね。みんなで降りたのまでよかったです。よかったです。
ってるよ。ネギだけ。ノンドランタが美味しいわ。ね、1週間ぐらいね。あったかいもの食べてる。あ、見ないよ。これ静かじゃん。はい。ちょっと暑いで気をつけてください。端置いてあげて。端置いてあげて。冷たいで暖かいの。いやそれ暖かいやつ。これ中に入れたんだ。端端ここの仕上げて。もう一個もう一個もう一個。ありがとう。あ、そう。ありがとうございます。もう席やってみます。皆さん、自衛隊助けられた。自衛隊に助けられた。動画映ってもいいですか？動画大丈夫ですか？自衛隊に助けられたっていうか、まだ下山から出てくるのに、はい、山から出てくるのに山越えして、はい、ここで道路が陥没しとるので、道路の間も自衛隊に助けられた。みんな自衛隊に、ここ家族一つですか？そこではまだ2家族で。2家族で。そう、2家族で。家まで助けに来てくれて。いやそこから夏までちょっといいね、大好きなんだけどおられんぼに、場所は分からん、だいぶ奥やな。山奥ですよね。山奥や、ですよね。いやもう分かんないです。私は石川県です。歩いてこの山越えて道作ってくれて、林の中、林の中でできたんですか。うわうわすごい、こんなこうでもやっときたよ。へえ、お疲れ様です。あ、山の森の中に作ってもらって、うん、そのすごい、それは大きい。海岸のとこ全然似てる。やっともうほら2日間見たからずっとやっと食いもあった。自分らちゃんだったやっと体験は2人とも電気なら電気だったバスのあれあったので多少なり、でまあここでまた雪になる。ここで山の上雪どうやろう。また出てこられちゃった。あ、来た。あ、来た。めっちゃ怖いです。はい、どう1、2、3、4、5、6個。今日何日や分からんかった。本当に死ぬかと思う。今日何日や分からんかったから。ご飯なくなったらどうしようって。もうありました。今日何日や。明日、明後日雪切ったのかもしれないですが、除雪もできない。もう動きよくない。休みもないし、はい、充電もできない。まだ自衛隊がバーッ来たんだ。いや、自衛隊が来た。山登って降りて、降りたところに自衛隊が来て。ああ、それで話して。あ、そういうことですか。そうです。あ、じゃあ他にもそういう人が通るですね、じゃあ。あ、うちらの前にも行った人もいるし。あれじゃない。うちらちょうど自衛隊がここにね、来ておいて、ところどころこうやって途中で送ってくれたらよかった。これ歩いたらまだまだ2日。あ、マジですか。うん、ここまで。うん、いくら海岸でも。あ、そんな奥地なんだ。もう覚悟して歩くぞって決めて。もう2日3日歩く覚悟で。まあでもそうですよね。先行った人らが戻ってきて大体3時間4時間とか。大変な人おるよ。行ったり来たり、その情報を知らせたりするの。やってくれてるってことだろう。どうしてもやっぱ降りたくないって人もいるし。あ、何人かは残ってる。あ、わざわざ降りてもいい。また伝えに来てくれる人もおるんだ。そうか、そうか、自分お父さんだけ一人で降りてって一回見てくるわって言って、でまた戻ってくる。これだったらいけるね、行くぞって。あ、出してくれました。いただきます。ゆっくり遊んでください。ごめんなさい。いや、とんでもない。一回座ってもらったら、それ僕どかしますわ。あ、美味しかったですか。よかったです。美味しいですか。よかったです。かわいい。お名前は？お尻君です。かわいい。あ、一歩来たよ。
帰りまた、低い寝れる心よく、はい、間違ったらように、え、かわいい、うちの車1年前に新しくしたし、シャブシャブ1年前にリフォームしてばっかりやった、ですよね、だってお風呂とかトイレとかすごく綺麗になってたんで、すごい1年ぐらい、よし片付けよう、片付けよ、そうですか、頑張ってください、はい、みんなもっと喜んでた、明るくて、また何かあればお手伝いさしに行きますんで、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます、なんて俺言ったらいいか分かんないですけど、はい、チャンネル登録お願いします、分かりました、すぐ宣伝しておきます、バンバン宣伝しておきます、お願いします、ありがとうございました、皆さんありがとうございました、ありがとうございます、本当にありがとうございます、なんて俺言ったらいいか、何かごめん、またこれでお返しできればいいんですけど、頑張ってください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にね、どちらかお気をつけて、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます、ありがとうございます、はい、車ね、ありがとうございます、またまた、ねえ、私も乗るって社長置いてかれる、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に本当にもうこちらが楽しかったんじゃないかですけど、まあまあ、こんなに喜んでくれば嬉しいです、ありがとうございます、また一回多分コンビニかなんかで合流すると思う、いやー、まあ、そうやって喜んでくれるのが感じるから僕らも嬉しいですよね、なんかちっちゃなことでも、行こうか、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます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 、失礼します、ありがとうございます、yeah.